ゴールの感覚っていうのがここ近年自分では薄れてしまってるかなって思ってるんで、そこにこだわりたいですね。2018シーズンに G1 で10ゴール7アシストっていう成績を収められて、そこから少しキャリアは下降気味に来てて、なかなかあのゴール前に入ってくる回数も減ってきましたし、そこの感覚っていうのはゴール取るってところの嗅覚とか感覚っていうのはこのジュビロの半年間で、多く出したいし、数字にもこだわってやりたいです。シュート練習も毎日付き合ってくださって、なんか本当にいいのかなって思ってたんですけど、最初は一本一本全力で声かけて評価してくださいますし、すごい熱心にやってくださるんで、そのシュート練習のバリエーションとかももう毎回違くて、豊富な種類を提供してもらえるんで楽しいですし、うん、これをずっとやり続けてたら、うん、実際にゲームで点取れるなって思ってます。ゴンさんとは僕もプレースタイルもその感覚的な部分も違うと思うんですけど、僕に足りない部分でそういう本能的なとこだったり野心的なとこ、貪欲さ、体投げ出してでもゴール取るっていう、そういった精神は僕に足りない部分だと思ってるんで、いろいろコーチ陣からも吸収させていただきたいなと思ってます。とにかく多く勝つ、首位としてシーズンを終える、そのために自分がどれだけチームに尽力できて活躍できて数字残してってとこだと思うんで、日頃の練習からジュビロの選手と切磋琢磨して厳しい練習を行って、そしてポジション争いにも勝ってジュビロの優勝に向けて頑張っていきたいと思ってます。